オルモス港に行ってみんなと合流しようぜ。まずはレイラと合流して、その後はミコだ。そして最後は仲間たちをハニヤに託す。宇宙が荷物を運んでくれたおかげで遠くまでキャンプに行っていつもと違う星空を見れたんだ。それに論文も進められたの。でも小麦粉とかに咳込みながらリストにあったものをほぼ全部作ってあげたんだけど、それでも天然ヨーヨー獣の鉱物が見つからなくて、改良後の英知宝珠では直接キノコンと会話できればいいのにな。うん、このことも手紙に書いて正論派のベテラン学者に頼んでみるよ。レイラ、今までになくやる気みたいだぞ。こんなに話したのにまだ元気そうじゃないか。仲間のためならそこまでできるんだな。うぅ、でも消耗しすぎた。早く八重お姉さんと交流しよう。じゃないとまた力が抜けちゃうかも。おや、ずいぶんと早いの。ミコ、もう帰るのか？スメールでそんなに遊んでないんじゃないか？いいや、とっくに満喫したぞ。おかげで今回の取材は順調じゃった。貴重なバトルでの経験を手に入れた上、陰謀を暴く素晴らしい劇まで見られたからの。ソーカにはオリジナルキャラを捨ててもらって、次はナンジラを主人公にした小説でも書いてもらおうかの。そうだ、ようやくわかったぞ。ミコは何度もヒントをくれてたよな。もっと早くエルシンゲンの陰謀を暴けたはずなのに、どうして遠回りしてたんだ？初めに真相を突き止めてしもうたら興ざめじゃろ。ナンジラがこの局面をどう打破するか見てみたかったんじゃ。結果から見ればとんでもない驚きの連続じゃった。最初わらわはナンジラとキノコンの物語は主と従者から展開すると思っておった。じゃがナンジラはもっと良い答えを導き出した。それは平等なちぎりである仲間という概念じゃ。別の角度から考えれば、いつも主のことを考えるエルヒンゲンがナンジラにかなわなかったのも当然じゃな。まあ、あやつの腕ならしばらくは騒ぎがやまんじゃろうが。うい、またついていけなくなったぞ。今度はミコの言葉をメモして帰ってしっかり研究しよう。さて、世間話はここまでじゃ。客来者らのことは頼んだぞ。こやつの面倒を見てやってくれ。ナンジラとハニヤはますます頑張らんとな。こんなに面白い大会が続くかどうかはナンジラの努力にかかっておる。ちょっとは楽しみにしておるぞ。来たか。時間はぴったりだ。他の出場選手の英知宝珠を集めてキノコンの仲間にふさわしい生息地を選んだわ。周囲の生態環境に影響を及ぼすこともない。さ、みんなに挨拶して。起源、
炎一の新しい名前なの。最初この子と出会った時あまりにもおとなしかったから内心喜んだ気持ちがあった。私が偏見を取り去り自分の本当の心に向き合ってキノコンを憎まずにいられたらこの気持ちもずっと続くでしょ。ハニヤーさん、心のわだかまりがやっと解けたんだね。そうこなくっちゃ。炎一って名前にちょっと慣れちゃってたけど、この新しい名前はもっと深い意味があるよな。一番厳しく自分を律してこの優しいキノコンたちを必ず大切にするから、仲間を安心して私に託して。もう別れの時だね。さようなら、天天ヨーヨー獣。ハニヤーさんの言うことをちゃんと聞くんだよ。百来者ら、今度テイマー大会が開催されることになったら、ミコはきっとお前を見に来るぞ。ポコポコビーにもう一回ハイタッチしようぜ。短い間だったけど楽しかった。お前も楽しく生きてオイラたちと再会できる日を楽しみにしろよな。人とキノコンが共存できる日が早く来ることを願っているわ。信じてるわよ。君たちの朗報を待ってるから。逃げられる。逃走の極意。